電気株式会社は、かつて南電機間、ザミナミ、南無線の屋号で、秋葉原を中心に店舗を展開していた、家電量販店。アソビット1945年、ラジオ店、南無線電気製作所として、埼玉県大宮市で創業。1948年には、秋葉原に進出して、南無線電気株式会社に改組早朝、営業などのアイデア戦略と、 積極的な売り込みで業績を伸ばしていった。テレビ放送黎明期の1953年には、南テレビジョン株式会社を設立し、テレビ本体の製造を行っていた時期もあったが、大手電機メーカーの進出で撤退した。1984年に、それまで本店を構えていた、周囲一帯の土地を買い上げ、地上8階地下1階建ての自社ビル南ビルを建設。 南ビルに開業した南電機関秋葉原本店は当時単一店舗としては秋葉原で最大の売り場面積を誇った。1980年代後半には首都圏でのフランチャイズ店舗展開の強化を進める。一方で松戸に家電とソフトの複合店を開店するなど積極的に事業拡大を行い最盛期には秋葉原の本店以下新宿、松戸、 茨城県などに他店舗展開し、1991年11月期で110億円を売り上げるまでに成長した。しかし、バブル崩壊による消費不振により売り上げが伸び悩み、秋葉原本店の家電売り場を5階までに縮小。6、7階部分を使い輸入雑貨やギフト品、ブランドバッグなどの売り場を設けるなど、非家電部門強化による打開策を試みた。 1994年6月にはアド電子工業と業務提携し T ゾーン南として本店のパソコン売り場を拡大。当初は南無線電機による運営だったが、同年末には規模を拡大してアド電子工業による直営店舗となった。T ゾーン南は後に T ゾーン秋葉原本店に名を変え、営業当時はラオックスの ザコンピュータ館と並ぶ日本屈指のパソコンショップとしても知られたが、パソコン需要の低迷と T ゾーンの経営主体の迷走を受け、2002年5月31日に閉店。一般家電売り場だった1、2階のみ、南無線秋葉原本店としての営業を継続したが、同年9月9日をもって閉店した。同年10月にはビル全体をラオックスに賃貸し、 総合エンターテインメント店、アソビットシティが開店したが、南無線電機が投資ファンドにビルを売却した、関係で1年半後の2004年4月に閉店し、撤退、同年8月からは、ドンキホーテ秋葉原店が入居している。現在では、ドンキホーテの他に東京レジャーランド秋葉原に号店、AKB48 劇場も入居している。なお、 南無線電気の法人は2005年3月20日付で解散、2006年8月20日付で生産結量し完全消滅している。創業一族である南学家はバブル以前から南無線電気を中心にゴルフ場、スキー場、ホテル、レジャー施設などへ経営を多角化する一方、南学正雄社長個人でサルバド・オルダリの絵画をはじめとした。 美術品収集を手掛けていた。これらコレクションは、1986年9月に南電機館本店7階に併設された南美術館で公開され、ダリアイの宝飾店として常設展示し、それまで秋葉原に少なかった女性客の取り込みを図った。美術館は1989年以降、南宝飾美術館と改名して、新宿駅前、さらには、 鎌倉駅前と移転したものの、コレクション産逸により閉鎖に追い込まれている。また1987年には、秋田県田沢湖畔に、田沢湖根敷大観音を混流、大観音を中心としたレジャー開発を起とするが、これが宗教法人名義を使った節税だとして批判もあった。グループは、最盛期よりは規模が縮小したものの、 現在でもスターホテルグループやゴルフ場などを一族で手掛けている。秋葉原にはかつて南無線電気の創業者一族が経営する別の家電量販店、ミオス本館も存在していた。ミオスは1993年に閉店し、秋葉原における家電量販事業から撤退、店舗後は、その後、ソフマップの店舗を経て、現在はラムタラが入居している。 ミオスの経営母体は現在でも、掛川市にあるゴルフ場、ミオス菊川カントリークラブの経営元として現存している。ありがとうございます。